ガのいろいろ一問一答。今回は中学1年の国語で新しく習う漢字を覚える一問一答です。中学1年では370字ほどの漢字を習います。それを3動画に分け、今回は第2弾です。表示された漢字を読んでいき、間違ったものはメモしていってください。今回の漢字は東京書籍さんの新編新しい国語1を参考にしました。教科書の出版社によっては一部の漢字が2年生で習うことがありますことをご了承ください。被災、崩れる、臆病、茨城県、栃木県、岐阜県、哺乳類、鹿児島県、犬猿の仲、クジラ、白桃、気泡、兼ねる、付箋、風鈴、溝、象牙、幻想、真、優秀、傑作、基礎、拭う、雑巾、汚名、爆発、弾力、抱える、柳、架空、同僚、探偵、瞬間、睡眠、震える、落雷、巨額、避難、逃す、煙、埋蔵、発掘、
せんべい。激励。渡米。商店。足跡。途中。尋ねる。帽子。宛名。開封。小舟。さかのぼる。攻撃。枕。徹夜。石碑。記憶。哀愁。信頼。傾向。慎む。独占。稲作。環境。繁栄。生殖。詳細。含む。科目。示唆。超える。出没。誇る。謎解き。楽譜。同様。直訴。訴訟。該当する。栄冠。脚力。苗木。慕う。泥沼。天下太平。メス。
See you.寛大。湾岸。敬意。免疫。筋力。襟。質実剛健。猫舌。玩具。描写。首相官邸。法廷。紹介。介護。触れる。翻訳。入り江。浮上。沈黙。与党。裕福。醜い。水筒。姫君。輝かしい。抵抗。抗議。上昇。矛先。矛盾。日韓。濃厚。排水の陣。突破。お疲れ様でした。今回は中学1年国語で新しく習う漢字の一問一答でした。中学1年で370字ほどの漢字を習います。3動画に分けたので、次は第3弾に挑戦してみてください。このチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています。よければチャンネル登録と高評価で応援いただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。エヴァのいろいろ一問一答でした。